ビンゴ最上駅という、これまたいい雰囲気ですね。あとすごいね、新物の専門店とか、これ何だ、ステーションルナ。あ、どうもこんにちは。どうもどうも、こんにちは。どうもお世話になります。全く想像してない方が出てきましたよ全く想像してないタイプの方が。よかったらどうぞ。あ、はい、わあ、今あのちょっとごめんなさい、ね、あ、もらっておきましょうか、とりあえずごめんなさい、ちょっと待ってください、はい、ラインを、うん、いいタイミングでナスをいただきました。ナス野菜ちょっと見して、すごい重い重いですね、すごいすごいわ、いやーこれ立派なゴーヤとキュウリも、うわー夏野菜がもうこれがもう大量に。よく持ってきてくれるんですか。そうなんですよ。どうもこんにちは。いつもね、はい、あ、いやすごい、待ってくださいね、すごい展開がどんどん慌ただしい。これでそばをしよう。ヒバゴンのこだわり手打ちそば、そばをやってらっしゃるんですか。はい、息子です。で娘さん？娘のようにでも可愛がっていただいてます。なんとも賑やかな駅です。ここ駅中は文字通りビンゴ最上駅の中にあるお店です。岡崎さんは観光協会の職員としての仕事に加え、駅の管理業務も行っています。ちょっとこのね、はい、手打ちそばも気にはなるんですけど、はい、駅長さんにいろいろ案内してもらっていいですか。はい、わかりました、ね、じゃあちょっとどうぞこちらに、まあ、昭和9年に開業した、はい、駅なんですけど。そうですか、レトロ、はい、ここでヒバゴン駅長が見送ってくれます。あ、そうなのか、はい、キョロヤマ君とヒバゴン駅長で。そうです、駅長はこっちで。そうなんですね、そういう風になってんだな、はい、そうですね、いい雰囲気の、なんかレトロですね、うん、そうです ねかなりレトロな、まあ、単線なんで一本しか、はい、なような感じで、うん、はい、ヒバゴンの駅にしようっていうことで、はい、ヒバゴンを至る所に散りばめている。すごい、至る所にいますね、はい、もうとことんだから柱も壁も椅子さえもそうですね、あ、すごいよく気づいていただいて、見てくださいよ、はい、夜勤してますもんねとことんヒバゴン推しのビンゴ最上駅。ここの名物が先ほど出会った山脇さんが打つそば。今は休業中なのですが、中島さんのために特別に作ってくださるといいます。地元産のそば粉で打つ評判のざるそば。早速いただきます。これはまた、これ何割そばになるんですか？28ですね。出雲系です。あ、いいっすね。よくあるじゃないですか、まずはそばだけでとかね、ええ、つけていいですか。どうぞ絶対つけた方が美味しいね。へー、美味しゅうございます。美味しゅうございます。ありがとうございます。美味しい。うわー、このそばはどこのそばなんですか。え、あの地元で自分らが作って。あ、そうなんですか。植えて、買って、はい、乾燥して、全部何をして、自分でこう引いて、全部しております。今、火曜日、1日だけ。またどこの曜日に俺みたい人が、ねえ、仕事休まないといけないですね火曜日休みの業種ってなんだろうな月曜日とかだったらね、意外に美容師さんとかも休みで、有給しかないですね有給しかないですね。有給使ってきてほしいですね、これね。ぜひとも。おいしゅうございますから。おいしいお蕎麦が食べられるレトロな駅舎に沿線さん認定でございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。